久保さん芸能界格付けランキングだったっけなチェックだったかなまああの人気番組があるんですけどあの A と B みたいなね目隠ししてどっちが上手いのかどっちが高級なのかみたいなね、まあ、結構な割合でね間違える人多いんですよねだから多分そのこの、えー、エビアのエビアのミネラルウォーターと水道水が並んでいて目隠しすると多分間違えるでしょうね 100%ミネラルウォーターエビアンを選べるっていうのはないでしょうね。どっちか東京の水道水を選ぶでしょうね。うん。なんかさ、思い込みなんですよね。まあ、あとは何ですかね。何ですかね。目隠しをして、まあ、これはミネラルウォーターですと。ミネラルウォーター、例えば実験でね。あの、水道水、なんか、あの、多分 A と B の、あの、じゃあ、格付けチェックですみたいな。A は、 なんですかね、ミネラルウォーター B は水道水ですみたいな形で思い込みですよねあ片方はどっちかが水道水んだなんだっていう思い込みですよねだけどテストは両方水道水みたいなね <laughs> ってなった場合まあ多分どっちか選ぶでしょうねまたそれもそれで <laughs> もしか2つともミネラルウォーター水道水はないみたいなね でも、どっちか、どっちかが水道水だ、どっちかがミネラルウォーターだという思い込みであるならば、まあ、選ぶでしょうね。うん。なんかの味の違いというか、何かを逆に探し出すというかね。<laughs> うん。まあ、面白いですよね。人間の思い込みっていうのは。だから、その、なんだ、自分はできないと思い込めばできないだろうし、うん、どうせ無理と思えば無理だろうし、 だからその思い込みのパワーって結構すごいと思うんですよね。うん。そう。まあ、あんまり過信して思い込みすぎも良くないですけどね。そのできるんだみたいなねその身の。身の丈を知れっていうね。身の丈を知るっていうことも大事ですから、まあ、そのバ,バランス感覚が大事だと思いますけどね。うん。いいってらっしゃい。